折り紙をモチーフにしてまして、最初はただの平面で紙なんだけれども、それをこういろんな形に変形させて遊ぶことができる。それを参考にして絵が周りの空間と関係し合うような関係性になるんじゃないか。平面から立体へ、アートを通して伝えたい絵画の可能性。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家吉野桃、1988年東京都生まれ。彼女が描くのは日本人だからこそ伝えられる空間の美。まずモチーフにするための折り紙を折るところから始めていて、変形パネルをまず作り、そこにアクリル絵の具で描いているっていう作品です。でそれは絵画を拡張していきたいっていう思いがあって、その折り紙もなんか日本的な空間性みたいなのが出てると思って、例えばなんか和室の使い方とかも、布団を敷いたらベッドルームになり、ちゃぶ台を置いたらリビングルームになりみたいな、ある程度の許容の範囲がある、柔軟性がある。変形パネルを使うことで折り紙の持つ柔軟性を、色の濃淡で奥行きを表現する。さらに空間を支配するために彼女が仕掛けるもの、裏に色を仕込んでいて、白い壁に展示するとこうふわっと色が出るようになってるんですけれど、結構古くからいろいろ川とか森とかあらゆるものに対して信仰心を持っていたってことがあると思うんですけど、神様的なものは目には全く見えないんだけれども、何かいるような気がするみたいな存在みたいなものを醸し出したいって思っていまして、そういう視覚的な仕掛けを用いて絵画を拡張していって、見る方をも巻き込みたい、体感してほしいみたいなところがあります。見るのではなく体感してほしい。だからこそ彼女はアトリエを飛び出し、新たなる挑戦を始める。最近ビルの壁に描いたんですけれども、結構配管がこうすごく見えるような壁だったんですよね。逆にその形を利用して、それと同じような太さでこう奥行きになってるみたいな絵にしたりとか、そういう周りの空間から取り込んで絵にする。四角いキャンバスで終わることのないアートを、空間そのものを彩る吉野桃が作品に込めた思いとは。周りの空間から取り込んで絵にすることで、でもなんかあの空間にいたらすごい何かいるみたいな、存在があるような気がするみたいな、そういう状況を作れないかと思っていて、でなんか見る方をも巻き込みたいみたいな風に思っているので、何か感じていただけたら嬉しいなっていう風に思います。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家太田紀夫のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。